はい、現在、最も被害の大きい地区の一つの仙台市の荒浜地区に来ています。現在3月14日朝6時半になります。ご覧の通り、津波による濁流というでしょうか、大変な量の水が押し寄せてきた様子をご覧いただけるかと思いますけれども、こちら側の複数の電信棒がこのような形で泥流に押し倒されている様子が見て取れます。またここに来る途中でも多くの車両が泥に飲み込まれている、そういった様子が目に入ってきました。